この問題は、通市議会の最大会派市民クラブが民間業者に委託して行ったアンケート調査で、通市には存在しない区役所について記載されているなど不自然な点が見つかったものです。アンケートを依頼した福田圭一市議が、今日会見を開き謝罪しました。私があの至らない点がありましたので、えー、大いに反省をしたいと思っております。誠に申し訳ありませんでした。 アンケートには去年までの5年間に税金を原資とする政務活動費から総額およそ300万円が支払われていて、受け負った業者は調査は実際に行ったが当時の資料は残っていない、転記する際にミスが生じたのだと思うと説明しています。この業者は不適切なアンケートの費用およそ203万円を返金する方針だということです。